皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。皆さんどうもお久しぶりです。最近のマイブームは筋トレ、ゆうとです。毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日はこちらの2名と共に、マルオ、というゲームを実況していきます。これがマルオ。え、そうなの。知らんのかい。何がマルオなのかわかりませんか。早速やってみましょう。大丈夫かな。トレジャーハンターである俺は遺跡の調査に向かった。そこには宝が隠された袋がたんまりあるという話だ。それさえあれば億万長者、こんなちまちました小遣い稼ぎ生活とはおさらばだ。ただ、化け物の噂だけが気になる。一応それについても調べはしたが、ま、そんなに気にすることでもないか。いやいやいや、そこ気にするところでしょ。調べてもわからなかったんだろうか。ここには宝の袋が23あると聞く。おい、宝多いよ。こういうのってせいぜい10個くらいじゃないか。迷路状になっていますね。何この音。近づいてきてる。出たー。青鬼だってこんな早く登場しなかったのに。とにかく逃げるしかねえ。マルオさんすいません、私たち道に迷っただけなんです。さよなら。はい、さよなら。まだ来てる。これ当たったらどうなるの。当然死にます。マルオ、奴は非常に危険な存在だ。あんなシンプルな顔して恐ろしい。あ、よく見たらなんか体力あるよ。いや、それはマルオのセリフでもあるだろ。ごめんなさい、これが仕事なんです。ここでお宝をゲットすることで億万長者になれるんだ、分かってくれ。ああ。世の中ってのは残酷なもんさ。強引に押し切ろうとしてる。残り22個とか果てしない。でも見える範囲に落ちてるから探す手間が省けるぜ。問題は姉ちゃんの方向音痴ですよね。そうだ、ここは迷路みたいになっているんだった。大丈夫、左下を見てくれ。あ、マップがあるんだ。これで方向音痴の私でも迷うことなく進めるぞ。あれ、自分の位置どこだ。姉ちゃんの挙動は不安だけど、お宝は順調に回収できてるね。あいつ私の後ろにぴったりくっついてるよね。うん、音が鳴り止まないからぴったりくっついてると思う。追いかけてくるスピードはそこまで速くないぜ。しつこさは青鬼以上だけどね。そもそもこの化け物は何なの。何の化け物なの。何の化け物ってどういうことだ。我はこの迷宮の番人。我は宝を守る森人でもある。って言ったらかっこよくね。なんだよ、結局何者なんだよ。我はこの辺をうろつく丸い何か。なんか一つ宝を追いかけてるだけ。変なのに目をつけられてしまいました。なんだ、あの化け物は、情報によると奴は攻撃手段を持つらしい。うまく避けないと。え、攻撃手段。いやいや、あの青鬼さんだって攻撃手段なんてないよ。こいつ、何かを飛ばしてきてやがる。本前しか見れないのに避けるのめっちゃむずいじゃないですか。攻撃を当てられて死ぬのが先か、残り11個の宝を集めるのが先か。なんだろうあのボール。魂でも飛ばしてるんじゃないですか。セミの攻撃。くぅ、取れない。よし、これで残り10個まで来たぞ。いける、いけるぞ。このようにジャンプしながらなら当たらないし。いや、それ運要素強くない。でもあのボール、一発10ダメージなんだな。それならあと9発当たっても大丈夫だ。ダメだよ。なんでだ、なんで当たらんの。あいつはあいつで困惑してる。何がいけないんだ。顔か。いや、顔面以外でしょ。スタイル、性格。振られた女子みたいなこと言ってるよ。あ、お宝ここにいっぱい落ちてた。雑に置かれてるわ。これじゃあどう見たってお宝っていうよりゴミ袋ですよね。奴らの気配が多くなってる。これも奴の能力か、なんてこった。え、何、増えてるの。うわぁ、増殖してるー。え、何これ、お面。いやぁ、逃げます逃げまーす。まだいたぁ。あー、また出たー。いつの間にか大群になってるじゃねえか。一体大勢、数の暴力だよ。お宝は残り5個。いける、いけるよ。ここで2つ回収だ。クリアさせるものか。クリアされたら我らの負けになる。それでいいじゃないか。この戦い、トレジャーハンターの勝利だ。よ、あんなの当たったら瞬殺だよ。あー、お宝発見。急いで回収だ。はぁ、ようやくゴールが見えてきたね。待てー。あれ、なんか見たことある気が。あー、もののけ姫のあれだ。まあ確かに似てる。もののけ姫のやつは攻撃してこないけどな。あ、お宝発見。これで終わりにしたい。やめろ、触るな。あー、最後の一つ発見。これで終わりだ、いただきー。え、出口。あー、そんなー、出口知らんわー。
よ、ようやくここまで戻しました。お宝ゲットで終わらなかったんだね、このゲーム。赤い出口はどこにあるんだ？もしかしてあの光っているところですかね。ああ、多分あれだね。よし、あと2個見つけたらあの光る場所へ行こう。大丈夫だ、さっきは全部回収できたんだ。今回で終わらせる。もうこの顔の大群夢に出てきそう。がっつり怖い顔も確かに怖いですけど、こういうシンプルな顔も不気味で怖いですよね。目に光がないのがまた怖い。宝くじが外れた霊夢さんもああいう目をしているよね。どうして諦めないのだ。こんな大群だったら普通諦めるでしょ。諦めたいけど人間やるしかない時があるんだよ。地域ナンバーワン、何その掛け声。あと一つ、あと一つだ。あったー、これであとは逃げるだけー。あ、出口が偶然近いよ。さらばだマルオ、お宝はいただいた。くそー。え、すごい壮大。この後のストーリーとかは、はぁ、はぁ、最初はこちらのコースです。はぁ、あ、戻ってきた。マリオくん、僕と野球対決だ。おいこらこっちがまだ承諾していないのに投げるな。じゃあオーケーってことでやらせてもらうね。あのモグラメ勝手に。残念、アウト。あの矢印のところを狙って打ってパックンを倒していく感じか。うわ、変化球。ストレートだけじゃないから気をつけてね。ほう、マリオさんさすが。まあね、今までいろいろなスポーツやってきたから。僕だってこう見えてサッカー、テニス、バスケ、やろうとしてたよ。やろうとしてただけかい。でもこうして野球はできてるじゃない。残念ながらこれは全自動バッティングマシーンだ。お前バッティングマシーンの上に乗ってるだけか。しかもボールが自分に当たらないように壁まで作ってるよ。おいモグラ、僕は暇じゃないんだ。グッパーを落として刺して踏みつけるしかないんだよ。そんなことしなくていいので存分にバッティング楽しんでください。いやいや、仕事だし。俺様倒すことが仕事なのか。まあ仕事の息抜きとして付き合ってよ。うん、いいけど、これってあと28秒以内に6回入らないといけないわけでしょ。もちろんそうだよ。うぷぬしい。ははははは、はい、すんませんタイミングよく操作します。実際に運動ができないのはわかるわよ。でもせめてゲーム内くらいはできるようになりなさいよ。よし、超集中モードで打ち返してやる。超集中モード。ごめん、超集中モードになるにはかなりの時間がかかるんだった。なんでもいいからしっかりやれー。はっはっは、これは僕の勝ちだね。いや、君は最初フライングしたからこの勝負の勝敗はお預けだよ。それならもう一度勝負だ。こうしてマリオとウプ主は、お互いの息を合わせてモグラの剛速球を空振りしつつ、着実にパックンを一体、また一体と倒していった。それを隣で見守るマリサの口は、常に半開きだった。そんなことまでナレーションしなくていいわ。さっきよりかはだいぶコツを掴んだみたいだな。気づけばあと3体だよ。時間もそろそろヤバくなってきているぜ。おお、ラスト1体。ふう、なかなかやるな。だけどもう時間がないよ。ウプ主、落ち着くんだ。ふう、よし、これで決めてやる。やったー、ついに制覇したぞー。いやー、残り8秒か。すごいギリギリだったね。